And on. Rotorua no. Nan desu ka? Sakki no, sono mizumi no. Hotori no. Chigaku no. Chigaku de free market yatteta node. ヒッピーのちゃんがいますね。60歳かな、70歳ぐらいかな。ヒッピーですね。すっごい興味のないようなふりして僕は今撮ってますが、僕はものすごくヒッピーに興味があります、本当は。ヒッピーに対する憧れがものすごくあります。でも自分はヒッピーにはなれないということをとてもよくわかっています。 でも本当は大学の時からヒッピーに対する憧れが非常に強いです。<笑>まあ、非常に強いって言ってもね、まあですけどね、それなりにですけどね。だってものすごくすごく憧れが強いんだったら絶対 100% ヒッピーになりますからね、僕は。その、なんていうか、なりますよ。でもね、その、 慣れないっていうことは分かってるんですよ。ないないんですよ。それは無理なんですね。でもヒッピーに対する憧れはあります。それはもうすごく自由でいいじゃないですか。仕事もそんな大してまともな仕事しなくて、ほら見てください、絞り染めの T シャツを着て、 でこういうふうにアクセサリーを売って暮らすわけですよ。本当はすごく興味があります。本当はヒッピーのおっちゃんのとこだけを撮りたいんです。でも、 なんかいろんなところも撮ってますよっていうような素振りをしながら今歩いています。まあもうこれね、他のところはね、もうほんとついでですね。ついでに、まあ仕方なく撮ってるっていうだけ。もう全く興味もなんもないです、こんなの。もうガラクタですね、ただの。ガラクタにしか見えない。こんなの一切興味ないですね。ヒッピーのおじさんにだけは興味があります。 そしてこれグリーンストーンは木の買いました。正しいグリーンストーンのお店で買いました。ああ、入ったな。なんだこれ、なんかマオリのやつなんですかね、これね。おそらくなんかマオリの伝統的なものなのか、あるいは 白人のおっちゃんが売ってるから、ただ単になんかこういう風なのどうだみたいな感じで作って売ってるのかもしれません。あれ、なんか周りの置物かな。それは周りの何かな。まあちょっと ヒッピーのおじさん以外にも全く興味がないですね。絞り染めの T シャツ、絞り染めって分かりますか。こう手でギュッてこうジューって絞ると、その絞った跡が残るわけですよ。まあ、歩くだから雑巾を絞るみたいな感じで T シャツを絞るわけですよ、ギュッて。 そして、その絞った状態で染める。そのまま染めるんですね。絞ったまんま、その雑巾を絞ったような状態のまま乾かすわけですよ。そうすると、それを乾き終わって開くと、丸く、その、何ですか。ああいう風に、その、ああいう風にって、さっき見ました、あの、ちゃんの T シャツ。
丸く、きちんと染まってるところと染まってないところと、あと色が、いろんな色がこう丸く出るわけですよ。波紋のように、てん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 って。だから、もう、あの T シャツが欲しくて欲しくて、僕たまんないんですよね。もう買います、絶対。っていうか、今回弟には買ったんですけど、それはもうお土産売りみたいなところ、タウランガの、その、お土産がたくさん売ってるようなところで買ったので、なんていうかな、きちんともう染めてあるわけですよ、その、絞り染めっぽく、きちんと、その、もう染めてあるみたいなことだから、それはもう、絞り染めっぽく作ってあるわけだから、本当の絞り染めじゃないわけですね。本当の絞り染めの T シャツをもう買おうかな、って。ずっと買いたくて。まあ、とにかくちょっとね、まだね、今何時ですか。今12時14分、チェックインが2時からなの、2時だったと思う。あれな、ちょっともう一回確認しますが、確か2時だったと思うので、時間を今潰してます。ここ、ロトルアの湖のほとり。じゃあ、止めます。